2022年3月16日に米国のバイデン大統領はウクライナに対して、総額136億ドル約1兆6000億円に上る追加支援を行うことを発表したね。そのうち、軍事支援として35億ドル相当を拠出し、FIM-92 スティンガー携行式地対空ミサイルや FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイル、機関銃や敵弾発射機といった歩兵携行火器に加えて、ドローンを100機提供する方針であるとのことだな。直接的な軍隊派遣なんかは難しいけど、こういう部分での支援は惜しまないつもりなんだろうね。もう犠牲者の数は途方もないものだもんね。さて今回は、各国からのウクライナ支援についてと、苦戦しているロシア軍について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この支援内容の中で注目されるのがドローンの存在だね。このドローンの詳細については明らかにされていないけど、関係者から漏れ伝わる情報によれば、このドローンとはスイッチブレードドローンであろうと推定されているみたい。スイッチブレードドローンって何？このスイッチブレードドローンとは、空飛ぶショットガンとの異名も取る、米国エアロバイロンメント製の自爆型ドローンで、目標上空まで飛行を、目標に向かって急降下して突入して自爆するという攻撃を行うんだ。米軍でも2010年にアフガニスタンへ派遣された際に使用しており、長さ60センチメートルで重量は 2.7 キログラムと小型軽量で、人間の手で持ち運びが可能な大きさとなっているよ。1機あたりのコストも6000ドル約72万円程度と兵器としては非常に安価でありながら、高価な戦車などの目標を効果的に破壊できるとのことで、世界的にも注目されているってわけ。今回のウクライナへの動機の提供もウクライナから米国に対して提供の要請があったことから実現したもので、ウクライナ側もその運用の容易性と費用対効果の高さに注目したものと思われるよ。このドローンの製造元であるエアロバイロメント社は、自社の公式ウェブサイト内で、ウクライナの人々や全ての NATO 加盟国と協力する用意がある旨の声明を発表しているな。ウクライナ軍では、今回米国から提供されたスイッチブレードドローンを運用する以前の、2019年からドローンの運用を開始していたんだ。その運用していたドローンとは、トルコのバイカル社製ドローンで、無人偵察攻撃機バイラクタル TB2 と呼ばれるもので、このドローンにてロシア軍の戦車や装甲車を攻撃し破壊している映像もウクライナ軍は公開しているよ。ロシア軍に比べて航空戦力が脆弱なウクライナ軍にとって、バイラクタルは非常に安価で効果的に航空攻撃を行える非常に貴重な戦力となっているってわけだね。このバイラクタルは中高度長時間対空型無人戦闘航空機 UCAV という種別のドローンであり、遠隔操作による操縦か、あらかじめ決められたプログラムによる自立飛行が可能となっており、システム全体としては、6機のドローン本体と移動地上管制ステーション GCS 2台、地上データ端末 GDT 3台、遠隔ビデオ端末 RVT 2台と地上支援装置から構成されており、その他、ペイロードオペレーターやミッションコマンダーがそれぞれに指揮や制御、監視を行うことで、ドローンによる戦闘ミッションを遂行しているんだ。このバイラクタル TB には、主翼下に4箇所あるハードポイントに約 150kg の長距離対戦車ミサイルや小型精密誘導爆弾、レーザー誘導ミサイル及びロケット弾が装備可能で、RHA 換算 200mm の装甲を貫通する威力を有する、レーザー誘導滑空爆弾 MAM も搭載可能としており、これはウクライナ軍が対峙する T-72 戦車などであれば、砲塔正面装甲は貫けないまでも、側面や上面装甲を十分に貫通可能な威力を有しているんだって。ウクライナ軍は今回のロシアによる侵略に対する防衛戦で、このドローンバイラクタルと携行式対戦車ミサイルジャベリンによって多大な戦果を上げており、この戦果によってウクライナ国内では、バイラクタルを称える歌が作詞作曲され、ロシアに対する抵抗の象徴として、対戦車ミサイルジャベリンを聖ジャベリンと呼んで、ウクライナを守護する聖人として称えているらしいんだ。今回のロシアのウクライナ侵略では、かつてない規模での情報戦がロシアとウクライナ及び世界各国政府により展開されている影響で、実際にロシア軍とウクライナ軍の双方で、現実にどの程度の損害が生じているかを知ることは難しくなっているよ。しかしながら、ロシアが開戦当初に展開した電撃戦による、首都キエフの短期陥落が頓挫していることは事実であり、ロシアが開戦翌日に公表したウクライナ領空の制空権掌握は事実ではなかったんだ。このことから、
客観的にロシアのウクライナ侵略が、ロシアが当初予定していたものよりも停滞し遅延していることは明らかであり、ウクライナ軍が当初の各国情報機関の予想以上に前線していることは確かだね。このロシア軍の侵攻作戦の停滞は、ロシア軍の作戦内容の稚拙さや兵站計画のずさんさ、兵士の士気の低さが大きく影響していることも要因の一つとは思われるんだけど、その他の要因として、西側各国による大規模な武器の援助が、ウクライナ軍の継戦能力の維持と打撃力の向上につながり、ロシア軍の多大な損害の要因になっていると見られているよ。ロシア軍は開戦以来、3月末までに7人の将官中将2名、少将5名が戦死しており、この他、ウクライナに派遣されていたチェチェン共和国特殊部隊の将軍も戦死したとされているんだ。また、3月には第6諸兵科連合軍のウラジスラフ・イェルショフ将軍が、損害方と戦略ミスを理由として解任されたと報じられているね。ロシア軍将官の階級制度は、少将矢印中将矢印大将矢印上級大将の4階級制準将がなく、大将の上に上級大将が存在しているとなっており、米軍基準で比較すれば、ロシア陸軍少将イコール米陸軍准将、ロシア陸軍中将イコール米陸軍少将となり、おおむね米軍の編成でいうところの旅団長や師団長クラスが戦死しているに等しい状況ってわけ。ロシアと同様に第二次世界大戦以後、多数の戦争を遂行している米軍の場合、ベトナム戦争以降の1955年から2021年までの66年間で3名の将官が職務中に死亡戦死は1名しているよ。この3名とは、1972年5月にベトナム戦争中に事故死したレンブラント・ロビンソン海軍少将、2001年9月11日の同時多発テロ事件で航空機の自爆攻撃により殺害されたティモシー・モード陸軍中将、2014年8月5日にアフガニスタン紛争にてアフガニスタン治安復興統合部隊副司令官として赴任し、首都カブールにある軍事大学視察中にアフガニスタン兵士に銃撃され殺害されたハロルド・グリーン陸軍少将の3名だね。このように米軍の場合、その全てが最前線ではなく後方で死亡しており、最前線で進行している側の軍から将官が7名も戦死したロシア軍の状況は、異常であると言っても過言ではない状況となっているんだ。このロシア軍の稚拙な軍事行動と多大な損害の状況は、西側諸国の軍事関係者を驚愕させるには十分なものとなっており、米欧州軍司令官は、米国の情報収集に瑕疵があり、ロシア軍の能力を過大評価していたとまで述べているよ。特にロシア軍の将官の存在が大きい原因としては、ロシア軍の通信が暗号化されていない回線を使用しているため、ウクライナ軍に傍受されていたことが大きな要因の一つとして挙げられ、ウクライナ軍は傍受した情報から将官などの降下地目標の場所を特定し、ピンポイントで効果的に攻撃を行っているってわけ。また、3月25日のロシア軍による公式発表では、今回のウクライナ侵略によるロシア軍戦死者数は1351人であるとしているんだけど、西側各国の情報機関等が収集した情報によれれば、ロシア軍の推計戦死者数はロシア軍の公式発表数の5倍かそれ以上であると見られており、ロシア軍はウクライナへの侵略を開始してからわずか1ヶ月余りで、ロシア軍侵攻部隊の6分の1もの戦力を喪失したものと推定され、各国政府や専門家からは非常に驚きの声が聞こえてきているんだ。しかしながら、ロシア軍に多大な犠牲を強いているウクライナ軍だが、これはウクライナ軍の士気が高いことや西側各国から供与された武器の性能が高いことだけが要因ではないんだ。その他にも米国や英国の情報機関と特殊部隊のチームがウクライナ内で活動しており、彼らがウクライナ軍に対して効果的な行動ができるよう支援していることも大きな要因であると言われているぜ。また、時事通信が報じたところによると、2021年の早い段階でロシアによる侵攻の兆候を察知した米英両国は、前述の部隊をウクライナへ派遣し、ゼレンスキー大統領の身辺警護やウクライナ軍への助言、援助した武器の操作方法のレクチャー等をしていたとしているよ。なお、ここに報じされている各特殊部隊についてだけど、英国からは英国陸軍特殊部隊 SAS、米国からは海軍特殊部隊シールズが派遣されているとみられ、その各部隊の指揮を米国中央情報機関 CIA のロシア・ウクライナ担当官が指揮しているとされているんだ。英国も米国も、水面下であらかじめウクライナを支援していたんだね。さらに情報機関側の部隊としては、CIA の準軍事部門である特別活動センター所属の、元特殊部隊員や英国 MI6SIS の諜報員もサポートに当たっているみたい。
このような支援体制をウクライナが受けられていたのは、2014年のロシアによるウクライナのクリミア半島併合に端を発しており、ウクライナ国内には NATO 諸国の特殊部隊の拠点も多数設置されたとされているんだ。これにより、ウクライナ国内で行動するロシア軍の情報がつまびらかにされたことも、ウクライナ軍の前線の要因になっているのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。